ゼリモセ。Welcome to 種子島。種子島を訪れた外国人を着物姿でおもてなししているのは種子島中央高校の生徒たちです。 Here you are。 種子島はやっぱり食べ物が美味しかったりだとか優しい人が多かったりだとかっていうことを英語で伝えました。コミュニケーション力を高めることができたと思います。あと自分はこれだけできるんだっていう自信もつけられたと思います。ふるさと鹿児島、地域活性化に向けて頑張る高校生の取り組みを紹介します。伊佐市にある伊佐農林高校にやってきた地元の小学生たち。この日は高校生と一緒に稲刈り体験をします。親指を下にしてひげを持ちます。そしたら釜を手前に引いて稲を刈ります。この時に足とかを切らないように十分注意してください。稲の刈り方を教えるのは高校生です。多くの児童が稲刈り初体験。教えられた通りにどんどん刈っていきます。難しいところがあったんですけど、まあうまくできました。刈った稲は掛け干しにします。掛け干しは昔ながらのやり方なのでそれも教えながらできたらいいなと思いました。小学生がうまくできた時は自分が上手に伝えられたかなと思ったので嬉しかったです。普段は学ぶ立場の高校生、教える側としてのおよそ1時間の稲刈り体験が終わりました。でして奥に詰めて授業や実習で学んだことを今度はアウトプットするっていうことで高校生にはかなり勉強になってるんじゃないかと思います。この活動は県が行う地域創生人材育成プロジェクトの一環です。農家の高齢化、耕作放棄地の増加っていうのは問題になっていると思います。何十年か後にでも田んぼで水稲栽培に取り組んでくれる生徒が出てきてくれたらなって思ってます。生徒は伊佐の地形や気候について学んだり地元の農家へ研修に行ったりして米作りの基本的な技術を学びました。さらに伊佐米の PR をするためにイベントにも参加。これらの活動を通して地域に貢献できる人材を育てることが目的の一つです。自分はですけど他のお米とはちょっと甘みが強いかなって思ってます。で今後はもっとこの伊佐米を PR していって県外の人に知ってもらいたいっていうのが一番です。おじゃりもーせ。 Welcome to 種子島。種子島中央高校では観光に力を入れた取り組みを実施しました。去年11月、2019ミスインターナショナル世界大会に出場した3カ国の代表が親善活動の一環として種子島を訪れました。 Here you are。 中種子町にある古市家住宅を案内するのが高校生の今回の役割です。 How is that? Thank you. Very delicious. Delicious? Yeah, 美味しい。この古市家住宅は1846年に建てられたとされていて国の重要文化財に指定されています。種子島を代表する建築物です。
Please look at the brochure and listen to me. The Fuji Hotspot is the only Japanese designated cultural property in Tanegashima. 生徒手作りのパンフレットをもとに英語で説明をしたり、積極的にコミュニケーションを取ります。やっぱり種子島は小さい島なので、もう広いグローバルな方々にぜひ種子島を記憶の隅でもいいから定めてほしいという気持ちでお茶を渡しました。この他にも様々な場所でおもてなし活動に取り組み、県内外の人に種子島の魅力を発信しました。さらに高校生ホテルの運営では、地域のホテルと連携して宿泊プランの企画などを行いました。コミュニケーション力を高めることができたと思います。地元の人々と交流することで、こんなところがあるんだなっていうのを気づけたり、将来的には帰ってきて種子島の発展につながるようなことをしたいなと考えています。プロジェクトを通して種子島の新たな魅力を発見しました。この経験を生かして生徒一人一人が今後鹿児島県のリーダーとしての自覚を持ち、そして将来の鹿児島県のを引っ張っていく人材になってほしいと思います。奄美大島の小庭高校では今、今年度行われたプロジェクトの報告会が行われています。今年度は小庭高校の地域創生人材育成プロジェクトにご協力くださり本当にありがとうございました。これから小庭高校が取り組んだのは新たな観光資源の発掘。注目したのは久慈白桃工場です。久慈白桃工場は1865年から67年にかけ島内4カ所に建設された白桃工場の一つ。日本で初めてレンガを使った工場とも言われています。こちらの模型が、そうです。これが、五代友厚がトーマスグラバーにお願いし協力をお願いして作った工場で、富岡製糸場よりも前に作られた日本で一番古い蒸気機関の工場なんですよ。これが瀬戸内にあったんですか？久慈の方にあったと言われてます。すごい。日本で最初に近代的な白桃工場が作られた奄美大島、これを日本スイーツの聖地として売り出せるのではないか。そのためにはまずは地元の人に知ってもらおうと、小学生向けのバスツアーを企画しました。ここに今何もないんだけど、ここに実は白桃工場のあの時の模型みたいなあれがあって、参加者は4つのグループに分かれて白桃工場跡など4カ所を巡ります。そしたらここの公園のどこかにか答えがあるから、みんなで探してきて。4つ隠れてるんだよ。よーし、スタート。どうなるかなって不安だったんですけど、ちゃんとみんな楽しんでくれたのでもう安心しました。知らないことをみんなにいろいろ伝えることができて、なんかこうすごい楽しかったし、新しい体験になったと思います。今回のバスツアーはクリスマスイベントも兼ねていて、レンガをかたどったお菓子や大島紬のバッジをプレゼント。小学生の興味を引くような高校生ならではのアイデアで、楽しく近代遺産を学ぶツアーになりました。もうすごくいいことだと思います。自分たちのね、あの郷土にこんなすごいものがあるんだっていうのを発信していくっていうのはすごくいいことだと思います。はい。この高校生の、あのやる気が小中学校の生徒たちに伝播して、あ、かっこいいお兄さんお姉さんになりたいなという、そういう気持ちが小中学生育まれたんじゃないかなというふうに思います。このスタディーツアーの開催前にはリハーサルツアーを行うなど、生徒が主体となって内容の改良を重ね準備を進めてきました。今年はいろいろスタディーツアーとか
それもパイロット版みたいなのもやってしっかり準備していったので、来年はその準備段階からもうちょっと工夫を凝らしていったりとか、この今回できなかった子どもたちが分かりやすいようにするとかいうところも工夫して取り組んでいきたいです。今回は県の予算事業ということで、取り組めたんですけども、次回以降は、高校生がしっかり今回勉強した内容を、高校生ガイドという形で町に提供できるように、持続可能な形で続けていければなと思っております。新たな観光資源の発掘を通して地元の人との関わりも増え、生徒のキャリアアップにもつながっています。まずこういう高校生のうちからいい経験をどんどん積んでいって、将来地元に貢献できたらと思います。高校生が取り組む地域創生人材育成プロジェクト、さらにこのプロジェクト以外でも地域活性化に取り組んでいる高校があります。鹿児島水産高校では枕崎の特産品を PR するさつま乙女を結成、県内外のイベントに参加し、カツオの解体ショーを披露して枕崎のカツオの美味しさを発信しています。この日は鹿児島の明日を語る座談会が開かれ、生徒と知事が意見交換を行いました。将来は何になるんですか？さつま乙女の経験を生かして人と触れ合う職業に就きたいと思います。こちらは国分高校で行われた座談会。鹿児島が良くなるための政策について英語のスピーチなどが披露されました。地域創生に取り組む高校生をこれからも応援しましょう。